続く自撮り動画バトル2回戦は総監督向井地 VS 今回最年少19歳石渡。あら、起きた。大会総監督。あれ、久しぶり。なんでこんなとこいんの。いや、まさか会えるなんてね。1年ぶりだね。彼女できた。なんかかっこよくなったね。私も可愛くなったでしょ。あれから頑張ってるんだ。まあまだ忘れられてないけどね。じゃあまたね。最後なくなるんだよ。すごいな、やっぱり、ね、若干怖いのよ。なんで忘れてないからねっていうことでしょ。あの怖さがいいのよ。怖さが伏線なんだよ。あら、おやつタイム。何おやつタイム。ねえ、上手に食べれるの。何やそれ。何やその言い方。ねえ、上手に食べれる。何やそれ。ねえ、ケーキね。子供じゃないんだから。あれ。可愛いね。見てられるね。あれ。あれ。ねえ、上手。ああ。食べさせてあげないんだ。こういう子も。まだ風呂上がりとか寝起きとかこういうことでしょって。石渡の137キュンです。137キュン、はい、勝ったのは145キュンを獲得した向井地です。八幡のチーム1ポイント獲得。ミオンちゃんのなんか本当ドラマ見てるみたいな感じ。ミオンが素晴らしかったですね。いやでも良かったよ、石渡さんもね、うん、あんな一言も喋らない。いやすごいです。これも勝負ですよね。喋るのが逆に恥ずかしくて、うん、でなんか無言になっちゃいました。あ、でもそれがリアルだね。リアル。でも一人であんな上手にケーキ食べるね。幼稚園生に喋りかけてるの、違うから ね。もう帰っちゃうの。さらなる胸キュン爆発な自撮り対決の続きは番組後半です。